皆さんこんにちは、キスケです。本日は今結構お気に入りの、合体戦士パーティー使っていこうかなと思います。この合体戦士パーティーね、その紫染めであったりとか、青紫染めに対してめちゃくちゃ強いんですよね、使ってる感じ。そのスーパーウーブがめちゃくちゃいい味出してるわ。すごいいい味出してる。その範囲特殊から特殊カボチェン無効で、ワンアーツヒットさせるっていう動きがすごく強い今の環境。じゃん、俺はお前を倒すものだ。やっていこう。だから今回はちょっと試合、あれ、え、ローディング入ってないね。なんだだから今回はちょっとね、紫染めであったりとか、青紫染めをちょっと試合厳選して戦っていこうかなと思います。よろしく。ダーン、ダメか。ごめんミスったわ。アーマーキャンセル成功したかと思った。ソーリー、はい、これ強えな、マジで。ゴジータ、そう、紫染めと、青紫染め、まあだから悟空&ベジータとウルトラ悟空、まあ覚醒スーパーベジータとか今の環境強いって言われてるキャラクターを倒すにはこのパーティーで行くのが多分一番丸いと思います。すげえ強いから。あれ、はい、入ってない。はい、ナイスー、ナイスー。はい、出てくるか。難儀やな。最速ラッキーあははマジか、まあ、ライジングでよかったかもな。射撃を持ってるか。OK、 ライジング、いいよ。マジで紫染めとかに強いよこのパーティー、ほんまに。冗談抜きでウーブがすげえいい味出してるわ。まあ、なんかね、合体戦士パーティーにウーブを採用するの嫌だっていう人いるのはめちゃくちゃわかるんやけど。入る。こんにちは。ナイス。いいね。はい、はい。結構入るんじゃない？そう、ゴジータとゴジータ4とウーブの並びっていうのがすげえマッチしてるわ今の環境。特殊カバチェンでコンボカットもできるし超強え。あ、まあ不利属性無効でよかった。通常で返して、うーん、ターンこれが強えんだよな、マジで。マジで強い。はい。これ、ライジング打たれても、待機カウント5カウント短縮あるんで、問題はないっすね。超強え。はい。ナイス。爆馬。これは勝ちやね。はい。外した。紫染めに対してこういう安定感のある立ち回りができるんでね。さあ、マッチングしました。青紫染め対戦やっていきましょう。お願いします。これよ、これこれこれが強いわけですよ。
いや、ウーブから出したは間違いかな。別にウーブからじゃなくてよかったか。お願いします。ゆうちゃん、俺がお前を倒す。手札に特殊アーツ着てんのいいね。 OK。 慎重やね。はい、あざすあざす。 OK、 うめえな。いやー、出てきそうやけど、まあ大丈夫か。特殊カボちゃん向こうやから。はい、来ない。タックルはない。通常で止めといて、ゴジータ出そう。あー、やべなるほど。結構すぐにキャラチェンするタイプか。はい、いいね。マジで安定感あるぞ、この合体戦士パーティー。ほんまに強いと思う。出てくんな。よーし。いや、これ出てこうへんといてほしい。よーし。あばよ。強えな、ゴジータ。ゴジータマジで強い。必殺アーツの手札空きがマジで強いよな。さあ、極無事倒していく。これはね、もうバックアド侍よ。これでも黄色の通りがすごく良くなるんで、こうなってしまえば、押し合いはがぜんこっちが有利。ダメか。残念。あ。あ。あ、究極か。多分耐えると思うけどな。忘れとったわいや、耐えると思うよ、俺は。 OK、 欲張ったね。ライジングでよかったんじゃないかなって個人的には思うんですが。残念ながらっていう感じやな。入る。特殊カボチャ無効なんだよな。強っ。ゴジータ強え。で、これ、いや、必殺アーツで落ちるかな。無理か。どうだ。まあ、手札破棄でリセットしよう。これができるのがすごく強い。待機カウントも稼げるんでね。はい。またか。これ良くないな。ただ死なない。なかなか相手は苦しいでしょうね。まあ戦ってて分かるんですよね、相手相当苦しいなっていう。それかマジで紫染めとか青染め使ってる人からするといい気味やわ範囲特殊が強えの強えの。せっかくの交代禁止と、不利属性無効をここでチャラにしていきましょうか。これな、必殺アーツ押しちゃうんだよな。あるあるですよね。手札破棄。つえー。はい。通常で押さえといて、時間稼ごう。ちょっとメインでも見てね。はい。さよなら。はい。最速。OK。これは勝ちかな。はい、ナイス。さあ、マッチングしました。いや、こういう形も多いよね、今の環境。バーダック込みの青紫染め。ただまあ、こういうパーティーに対してもすごく強いから、この合体戦士パーティーはね。すごいおすすめよ。だから紫染めとか、青紫染めとばっかり当たって嫌やなって感じる人は、この、ウルゴジ、ウーブ、ゴジフォー、この並びで使ってあげるのがすごく強いんで、めっちゃおすすめです。お前を倒すもんな。シャー、いったるかい。マジかよ、やばすぎやばすぎ。ウルトラヤンキーザファイナル、そういう系ね。まあ気をつけよう、ここから
中距離打撃をしてくるタイプなんで、逆にチャンスに変えていかないと。突っ込んできそうやな、射撃アーツ打ったら。ナイス。はい、出てきそう。出てこないか。いいね。来ねえか、悲しいな。ずらせてないんだよな、思ったより。ほい、入る。マジうますぎじゃねこれ。爆うま。まあバーダック落とせればいくらか火力は抑えれるんで、まあ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 いいでしょう。あおう。だるすぎ。オッケー、救急カーツいっちゃおう。指一本で十分だ。結構入りそうやけどな。どうだ、等倍。いい、いいです、すごくいい。入んのかい。またかずらさないとな、よくねえな。はい、打つ。まあ打つしかないか、相手的には。苦しいね。読め。あーダメか。おい、喧嘩両成敗で行こうぜ。ただライジング読まれても全然大丈夫な安定感はあるんで、まあまあそれをちょっとお見せしましょう。しっかり攻撃はウーブで受けて、はい、タックルはないか。まあそれはないよなそれはねえよな。通常で抑えて、はい、はい、強い、マジで強え。はい、まあいいや。 OK、 ワンチャン落ちそうじゃない、無理かな。無理か。ソカーツ打ってきてくれたら楽。ダメか。あーしっかり見てんな。はい、はい、よし、これはもろたでしょう。まあ射撃アーマーあるんでちょっと、あー撃っちゃう。よっしゃ爆うま、こりゃうめえ。ナイス必殺アーツ、よく呼んでくれたけど通用フリ属性向こうやもんな。よし、これ交代禁止なんでそのまま落としたいな。ライジング、ゴジータね、最後まで残しておくとちょっと厄介なんでね、やっぱり。救急カーツもドローするし、交代禁止も働くんで、待たせるうちに落としとこう。今度は読まれない。さあ、ラスト。ウーブがいるから多分大丈夫やと思うけどな。で、メインも残ってるんで、確か。あれ、残ってたっけ？なるほどね。まあでも、マネシング奪えたからいいんじゃない？これ後付けあるんで。ナイス。いや、強え、このパーティー。